今回のゲームはアルボスの戦士はちゃめちゃ大進撃だよ。タイトルからして面白そうだね。当初はアーケードの横スクロールアクションの移植を期待してたけど、実際はオリジナルのアクション RPG として大幅に内容が変わっているんだよ。それは予想外だね。プレイヤーは戦士となり、中央ライガーの野望を阻止するため聖地アルゴールを冒険するんだよ。中央ライガーって強敵そう。そうだね。最初は残念だったけど、ファミコン版はグラフィックが綺麗で、アーケードにはない新しいエリアがあって、その世界を旅している感じが楽しかったんだ。新しいエリアって冒険心をくすぐるね。でもパスワードやセーブがなくて、コンティニューだけで一気にクリアしないといけない点は大変だったけど、非常に遊びやすかったよ。一気にクリアはちょっと大変そうだね。そうだね。でもその分ゲームのドキドキ感や達成感が増して、非常に楽しめる内容になっているんだよ。それは挑戦する価値ありそうだね。テクモの記念すべきファミコン最初の作品、マイティボンジャックを紹介するよ。これはどんなゲームなの？もともとはアーケードゲームのボンジャックをベースにして、中央スクロールの謎解き要素を追加して家庭用で長く遊べる内容になっているんだよ。謎解き要素って面白そう。そうだね。主人公のジャックは魔王ベルゼブルにさらわれた王家の家族を助けるためにピラミッドに挑むんだよ。ピラミッドって冒険感があるね。ジャックのジャンプ力が高くて、ボタン連打で対空時間も伸ばせるから操作が快適で、敵をスイスイかわして進めるのが楽しいんだよ。高いジャンプ力って使いこなせば強いね。そしてマルチエンディングで隠し部屋や隠しアイテムも豊富で、やり込み要素がたっぷりなんだ。それはワクワクするね。でも謎解きと難易度の高さからクリアはなかなか厳しいんだよ。難易度が高いのも挑戦意欲をそそるね。まさに解けない謎があるとまた挑戦したくなる、そんなゲームなんだよ。これはどんなゲームなの？コマンド形式でサッカーがプレイできる画期的なシステムで、前作の反省点を踏まえてバランス調整や演出が強化されているんだ。それは進化してるね。そしてここから5作目までテクモオリジナルのストーリーで、ジュニアユースの戦いから3年後、世界各地で活躍する翼たちが再び世界一を目指すんだよ。翼たちが再登場するのはワクワクするね。そうだね。今回は画面の下に全ての選手の行動が見えるようになって、自分で動かしたりフォーメーションを組めるから、戦略性が増してサッカーらしい展開が楽しめるようになったんだよ。それは良い改善だね。そしてオリジナルのライバルたちが登場するんだけど、個性的で原作のイメージを壊していないのがすごいんだよね。ライバルたちも魅力的なのね。そうだよ。キャラクターの個性やゲームの演出が強化されて、キャラゲー上の完成度を誇っているんだよ。これはサッカーファンにはたまらないね。まさにサッカーとゲームの最高のコラボレーションだよ。
本の国技を題材にしたゲーム、つっぱり大相撲だよ。相撲を題材にしたゲームって珍しいね。そうだね。コミカルな雰囲気で、プレイヤーは力士になって横綱を目指すんだよ。横綱、それはすごい。本格的な相撲の技が豊富で、立ち合いや突っ張り、投げなど相撲の奥深さを体感できるんだよ。それは面白そう。プレイヤーが勝つたびにレベルが上がっていくシステムで、成長させた力士はパスワードで続きからプレイできるんだ。そういうのは嬉しいよね。そしてテクモらしいサービス精神でプロレス技が使えたり、禁じ手のあの技もあってなかなか楽しめるんだよ。プロレス技も、それは面白そう。まさに相撲とプロレスのコラボレーションが楽しめるユニークなゲームなんだよ。これはプレイしてみたいね。そうだね。横綱目指して頑張ろう。ちょっと珍しいテクモの本格的な RPG、 ラディア戦記黎明編を紹介するよ。本格的な RPG ってどういうこと？架空の世界レムリアルを舞台に、記憶を失った主人公が仲間と共に世界を救う冒険に出発するんだよ。お、壮大なストーリーね。そうだね。面白いのはフィールドマップがなくて、街も平原もダンジョンも同じスケールで、行き来が面倒だけど本当に旅している気分になれるんだ。それはリアルな冒険感があるね。そして戦闘はアクションバトルで、仲間はオートで動くんだけど、結構乱戦になって気がつくとやられてしまったりするから、いつもハラハラするんだよ。それはドキドキするね。ストーリー性が高くて BGM も素晴らしいから、スタートしてすぐにゲームの世界に引き込まれてしまうんだよ。音楽も良いのは大事だね。ちなみにファミコン後期の作品で、あまり知られてないけど、ずんだもん的にはおすすめの作品なんだよ。これはチェックしないとね。まさに隠れた名作だよ。テクモの忍者龍剣伝だよ。これはどんなゲームなの？キャプテン翼で見せたビジュアル技術をさらに進化させて、テクモシアターと呼ばれるストーリー性の高いビジュアルシーンを生み出した作品なんだよ。ストーリー性が高そう。そうだよ。主人公龍は決闘に敗れた父の遺言を胸に、形見の龍剣を持ってアメリカへ行くんだ。龍剣の謎と邪神復活の陰謀に次第に巻き込まれていくんだよ。邪神復活って大変そう。しかも操作性が良くてスピーディな展開の良質な作品だよ。でも難易度が高いんだ。どれくらい難しいの？かなりの横スクロールアクションで、敵の動きや配置が厳しいからなかなか進めないんだよ。特に空から飛んでくる鷹がジャンプの着地を狙ってくるから、コントローラーを叩きつけそうになるよ。
それはイライラするね。でもラスボスを倒した後のエンディングは感無量だったよ。いい結末になるのね。そうだよ、苦労の末の達成感がこのゲームの魅力の一つなんだ。なるほど、面白そうだね。まさに忍者アクションの傑作だよ。ソロモンの鍵だよ。ソロモンの鍵ってどんなゲーム？実はアーケードとファミコン版が同時に発売されたんだよ。珍しいパズルアクションゲームだよ。それは珍しいね。でもどんな内容なの？魔法使いのダーナが主人公で、世にはびこる悪霊を封印するんだ。そのために迷宮に隠れているソロモンの鍵を探し出さないといけないんだよ。迷宮って怖そう。でも大丈夫。ダーナは石を作って足場にしたり、炎の魔法で敵を倒せるんだ。1048面をクリアしていくんだよ。48面もあるの？大変そう。でもパズルとアクションの組み合わせが面白くて、様々なジャンプ技や石を使ったテクニックで攻略できるから楽しいんだよ。それは楽しそう。そしてテクモらしい隠し要素もたくさんあって、隠し面でアイテムを集めないと真のエンディングにたどり着けないんだ。やり込み要素が強いんだね。そうだよ、これもテクモの人気作になっていろいろなゲーム機に移植されたんだよ。そうなの？すごいね、ソロモンの鍵。まさに魅力満載のゲームだよ。これで悪霊退治もバッチリね。それがソロモンの鍵の世界だよ。俺たちしかできないプレイを知らない。